では再開していきます。狼絶景版実況プレイやっていきます。ワッホイブッチです。前回牛若と戦ったのと、あ、その前にタルじゃねえや、丸太でレッツゴーして、いろいろあって橋作った後に牛若とバトったところです。で、サイの目探して百戦里と、百戦里なんだそれ。まあ、サイの目探しに行くところです。やっていきましょう。で、どんどん登っていけば多分いいんじゃないかな、あ、あとね、なんだっけ、水晶のヘビイチゴだっけ、水晶のヘビイチゴがどうたらこうたらって出てたので、それを取りに行こうかって話です。筆調べにも関係してるんじゃないかってあのゴミマリくんは言ってました。で、でだよ、体力がね、牛若と戦った時にだいぶ減ってしまってるんだよ。なので、どんどん回復をしたいんだが、この燃えてるさ、これどうしようもないよね。今燃えてちゃ何もできないよね。これそのうち水に関係する筆調べとか出てくるのかな。なんか出てきそうだよね。今までも燃えてる宝箱何個かありましたからね。あいつ、あの人なんつんだっけ、あのばあさんのところにもありましたからね。でだよ、あった、サイの目、あそこに行きましょう。あそこに行くんだけど、これこの距離でもさ、開けそうだよね。この距離でも良さそうだけど、ちょっと近づいて大川を使いたい。あ、橋壊れてるじゃん。じゃあここでやるしかないか。大川、先乱れろ。大川ドーン、たたり場が晴れていくぜ。相変わらずこの演出本当に綺麗ですよね。いいね、蘇っていく。コントローラーめっちゃ振動してるこれ。おうおうおう、なんだあの絵。そして信州平原じゃなくて、なんだっけ、ここにも名前が思い出せない、神風が吹くんだっけ、ここ。いいね、幸玉。これで高宮平も元通りだい。たたり場がなくなりゃ、筆技探しもしやすくなるぜ。差し当たっておいら、あそこのでかい風車が気になってんだ。草薙村だって。さっきあの、インチキ予言野郎も何やらゴニゴニ言ってたしよ。まあ、慌てなくても風車は逃げやしないし、まずはこの高宮平をまんべんなく走り回ってみるかい。ここに暮らしてる人間たちの様子も気にかかるしな。よし、わかった。これあっち側行けないのかな？行けそう？あ、行けない。あ、行けなくなってる、これ。ってことは、じゃあ何かあるところまで、ちょっといろいろ回ってきまーす。カットー。ん？おー、あった！カットするまでもなかったかもしれない。なんかね、この塚の部分が出てたわ。飛び出てたわ。ビー玉ね。はい。これさ、タケノコ引っこ抜けるもしかして。あ、抜けた！タケノコを胃袋に入れた。しっとりした食感の野菜。胃袋を多めに満たす。へぇー。そうなんだ。タケノコって野菜なんだね。タケノコ、まあ、野菜っちゃ野菜か。野菜の定義が怪しいけど。たたり場がきれいさっぱりなくなったんだよ。あとはあれがあれば、このお店元通り繁盛するのにな。大事な商売道具にいたずらモグラに取られちゃって、あの湯飲みがないと全然仕事にならない。あ、茶屋だからお茶入れる湯飲みなきゃそれ仕事にならないよな。まるで突風にでも吹かれるようにたたり場が消し飛んだだな。これで関所を越えて家に帰れるだとも。その前におら、草薙村で用事を済ませなきゃいかねえんだ。だけんどもおら、草薙村の神殿でおっかねえうなり声聞いちまったし、村には行きたくねえんだよな。やっぱ草薙村に行かなきゃダメっぽいな。で、行商人、神風が止んでから、高宮平も物騒になってきてさ、物を売ってくれる旅人も少なくなって、店の品揃えが心細いよ。これさ、これ、まあ、またビー玉売っときゃいいんだけどさ、
か。まあ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 別にいくかな。じゃあまた何かあるまでカットしまーす。はい。おー、なんか関所みたいのがあったのを解放しました。このぐらいかな？これだけかな？え？虎がいる。お肉あげる。でかっでかっ、こんなでけえのいるの？その辺に。危なくない？これ。かわいい、でも。お前ら2匹しかいないの。加える。どこ加えるの？こいつも。こいつも尻尾噛むの。おー、こって、引っかいてきた。引っかいてきた。うわ、木も倒れたよ。いろいろひどいことになってる。え、木は倒れるのに竹は倒れないの？これ竹硬くない？竹だけ硬えよ、これ。竹だけ硬えな。じゃあまた何かあるまでカットー。大土。お、大土。なんだこいつ。おうおうおう、お前、ちょっと待たんかい。我らの縄張りに入り込んで挨拶なしとは、このモグラグレン隊隊長、大土が黙ってへんで。モグラグレン隊、大土。この高宮平の土の中はすべて我らが仕切っとる。そこを土足でどんどん歩かれたら、我ら昼も夜も落ち着いて飯も食われへんのや。落とし前としてあれを置いてってもらうかい。わかるよ。金の色をしていて、お店で使えるあれや。何を？はぁ、お前らそうやって金品を巻き上がるおやはぎだな。おいらたちから物を背広なんじゃ100年早えや。逆にお前らを懲らしめてやるぜ。ぐふふふ、よう言うたな。それならお前の覚悟を見せてもらおうやないかい。やらども、行くで。モグラグレン隊奥義、砂煙の陣。あ。いた！お前！俺！あ、無駄って出た！砂煙。砂煙の字。何をすればいい？何をすればいいの？あ、どつけばいいの？もが！そんなしょぼいパ、そんなしょぼいパチキ聞くかい？ほんなら次や、次はこれや。パチキって何？あー、大将ぶっ飛ばせばいいの。うらぁ！もげえ！やりよったな。ほしたらこれならどうや。おー、なるほど。あ、早い。早い。あ、入れ違ってるんだ。すげえ。もぐわ！わいらの大きい砂煙の陣をことごとく破るとは、なんちゅうやつや。へへへ、どうだいこの狼アマテラス様。人呼んで石頭のアマコの実力はよ。人呼んでねえよ。まあこれに懲りたら悪さするのはやめて。これからの人生、まっとうに生きるんやで。やっていいことと悪いことの区別くらい分かっとる。わいら、ほんまは寂しかったんや。土の中で待ってても、誰も遊びに来てくれへん。だからちょっと、いちびったことをして、みんなの気引きたかったんや。シロ兄やん。あんた、ワイラの兄貴になってくれ。ワイラ、これからはもう絶対に悪いことせえへん。ワイラには、シロ兄やんがおったらええ。シロ兄やんがおってくれたら、ワイラもう寂しないわ。おいおい、変な方向に話がいってねえか？もぐぐ、男は涙を見せたらあかん。これから、土の中に帰って、一人で泣くよってに。今日はここで、さいならや。シロ兄やん、また遊びに来たってや。お前ら、いっぱいいるから遊べばいいじゃん。で、何これ？何これ？何これ？なんだこれ、本当に。なんか加えてるけど。これ誰に持っていけばいいんだ？わからんぞ。で、あ、ここに人がいるね。何このお店。なんて言うんだっけ、これ。これ、糸切りバサミ的なやつだよね、これ。下切りババア、もっと怖いやつがいたわ。ひょっ！さっきから手頃な食い物がないか探してたんだが、これはうまそうな犬畜生じゃないか。やんのか？恐怖、下切りババア。じいさんが獲物を取ってくるまで、こいつで食いつながこうかね。おやんのか？
やんのか、ほんとに来た。痛い！キャイン！ほら！やりやがったね、この畜生め。おい、やんのか？お前！ほら！やりやがったね、この畜生め。てめえ！てめえ、俺を怒らすとどうなるか分からせてやろう。ほら！吹っ飛んだよ。え？ちょ、王か。綺麗にならない？ならない。この野郎、ほら、吹っ飛べ。あ、ちくしょう。容赦なく手形までぶっ飛ばすぞ、この野郎。ほーれほーれ、ほら。吹っ飛んでった。あ、気づい、すぐ帰ってくる。ちょいちょいちょい。家の中へ行こう。追っかけてくるかな？あ、さすがに来ない。おいや、ここだけ床が色あせてら、長い間野ざらしになってたみたいだな。床がもう腐っちまってら。天井に穴でも開いてたのか？随分ひでありさまだぜ。じゃあ、ふさぐ？あ、ふさげない。調べる。天井に穴でも開いてたのかい？俺さ、発想が物騒なのかな？腐ってんだったら壊せばよくないっていう。腐ってんでしょ？じゃあ壊せばよくない？はい、ドン。あ、なんもない。本当に腐ってるか怪しいぜ。で？おいおい、やめとけよ、この鍋なんかやばい匂いがするぜ。本当にさ、ここ大丈夫？で、外出たりいるんでしょ、あいつ。下切りババアいるんでしょ？いるよね。先手必勝一戦、うら！この一勝、犬畜生め、まだうろうろしてるのかい？今度は逃がさないから覚悟をし、うら！ばあさんいじめて、ばあさんいじめてるけど大丈夫かな？これやっぱ放置でいいのかな？このこのばあさん。だとは、放置だよね。どう考えても。柱が腐って崩れ落ちてら、ずいぶんひどいおんぼろに家だぜ。この柱をうまく伝っていけば家の上に登れそうじゃねえか？うまく登れる？登れるね。あ、いや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 。オッケーオッケーオッケー。こう、あ、これじゃない？これじゃない？ここだけ、戸板を重ねて補強した跡があるぜ。それにしてもずいぶん荒っぽく直してあるな。こんな半端な仕事、お前の力なら簡単にぶっ飛ばせら。簡単に、ぶっ飛ばせら。だよね。怒った。光浴びてる。このボロや天井が崩れ落ちて太陽の光が漏れてきてら。これだけでっかい穴が開いてりゃ。夜は夜で、ここでお月見でもできそうだな。まあ、こんな物騒なところじゃ、お月見どころじゃねえけどよ。え？お月見？今夜じゃないの？あたり暗いけど。あたり暗いけど。夜に来ればいいのかな？お月見って言ってるし。そんな感じするね。もっと上登れる？もしかして。下切りジジババの家、ようなき者は立ちるべからず。一応まだ夜じゃないみたいなので、夜になったらもう一度来ようと思います。で、この先、草薙村。おー、じゃあちょっと夜になるまで時間を潰そうかな。で、これ何なんだマジで。あ、あったあったあった。あれだあれだ。結ぶ。あ、夜になった。ちょうどいいわ。ここから結んで、お家の上に来て、これを開けられるね。で、ビー玉入手。で、これでお家の中入って、夜になったからお月見ができるんじゃない？え、なんかすげえまがまがしいよ。ばあさん寝てるよ。グロロ、獲物はまだか。グロロロ。で、崩れ落ちた天井の穴から月の光が漏れてきてるぜ。まん丸お月様のこの怪しげな光。この光を浴びたらどんな妖怪も自分の力を抑えられないっていうぜ。
怪しい奴はこの光の中へしょっぴーちまおうぜ、あまこう。なるほど。あ、ここ壊せるわ。どう見ても怪しいのはこのばあさんだよね。これ、起きろ、こら。あ、え？違うの？怪しい奴を、怪しい奴はこの光の中へしょっぴーちまおうぜ。え？このばあさんじゃないの？寝ているばあさんを爆弾で吹っ飛ばす。あ、ほら、吹っ飛んだ、吹っ飛んだ。あ、戻ってきた。あ、違う？ばあさんを吹っ飛ばしてこの光の中に。あ、違うんだ。俺さ、待って、俺さ、ちょっと待って、なんかすげえ冷静に考えてみるとさ、寝てるばあさんを月の光に入れるために平然と爆発使うって結構俺ナチュラルサイコなことやってるよね。大丈夫かな俺。大丈夫大丈夫これ。ナチュラルにサイコパスなことやってるけど、いんの？ウェープ、来たね、井戸だ。いくらお前が神様でこの井戸水飲んだら絶対腹壊すぜ。ほんとだよ。神様にそういう腹的なものはないでしょ。で、この水汚ねえけど大丈夫？大丈夫なんだ。で、あと、お、光ってる。これはお宝じゃない？お宝、ドーン。はぐれ玉。これなんか俺3つくらい集めてるよね。え、あ、で、これは、草が邪魔だね。え、お月様の光は浴びれるようになったけど何をすればいいのか全然わからんぞ。あ、なんかあるじゃん。こんなところに破壊し、誰も拝みに来た形跡はねえな。かわいそうによ。これなんだろう、王か？違うな。じゃ、とりあえず壊せっていう発想になるんだけどさ。違うのか。なんだろうね、これ。ちょっとまだなのかな、多分。じゃあ、もう草薙村に行ってしまいましょうかね。あのばあさん危険だし。行っちゃおう。その前にちょっと、あのへのへのもへじにも話しかけたい。お、べっぴんさんがいるね。こんなことってあるの？泉の女。いつも美味しい水を恵んでくれたこの人魚船がたった一日で枯れてしまうなんて。そんなことはないよ。普通はない。普通はない。でも、普通じゃないことが起きてるから起きこってる。人魚船。泉だ、そんなもん干上がっちまった、しあってだ、ないぜ。これだよね、どう見ても。よし、じゃあこれちょっと倒していきまーす。はい、倒しました。で、泉が復活です。一日で枯れた泉が、5分で戻ったよ。いやー、泉のお姉さん。あっという間に枯れていた人魚船が蘇るなんて、やっぱり人魚伝説の力なのかしら。ワンちゃん知ってる？この人魚船は人魚の通り道で、海の底にある国から人魚たちが時折顔を出すって言われてるの。中津国にはこれと同じような泉がいくつかあって、人魚たちは地上の国の好きなところを見て回ってるんだって。へぇ、ほら、水面に淡く光ってるところがあるでしょ？あそこに人魚の古船を投げ入れたら、その通り道が開くのよ。どこどこ？あー、あれね。人魚の古船を投げる。でも投げ方が今のところわからない。てか人魚の古船自体持ってない。ということで、じゃあもう渡っちゃっていいのかな？渡っちゃっても良さそうだね。よし。じゃあお村の方に行こうか。で、何これ？右手、笹部橋、この先関所。あれ？
所？草薙村はどこ？草薙村はどこですか？ちょいちょいちょい、村はどこですか？あ、コケコッコー。あれ、村は？あら、こっち？あれ、これって猫の像じゃん。これ前にも見っけた、あれじゃん。あ、村こっちだったわ。おうおうおうおお。これ人の、あ、猿か。猿豆じゃね？食ってる食ってる食ってる。オッケー。サチ玉ゲットー。じゃあ村に入っていこう。これさ、マジで人の、人は結構きついぜ、この坂道。人はこの坂道だいぶきついぜ。交通の便が悪そう。よし。え、でもさ、待って、なんか闇とか出てるよ。明らかに村やばいことになってない？これ大丈夫？明らかに村大丈夫これ。なんかやばいのはわかる。ウェップ、なんだいこの不気味な容器は。この村まだたたり場の容器が抜けきってないぜ。村の中に容器が満ちてる。いやー困ったなぁ。この村の奥にある加瀬神宮で参拝客相手に商売しようと思ったら、何やらおっかない怪物に占拠されて大騒ぎしてるじゃないか。まあせっかくこんなところまで来たことだし商売していくけどさ、ワンコお前お使い頼まれたりしてないかい？お使い、これさ、行商人のメンタルやばいよね。風車、あと沖塚、おきつ鏡、輪廻転生の断りが刻まれた鏡、悪しき者に等しく裁きを与える。これ武器じゃね？これ武器だよね。買っとくか。高えな、5万。終わっちゃった。あと風車、買っとくか、1個。ほう。これ武器だよね。あ、おきつ鏡。あ、これの先じゃん。でもガテンが使えなくなるのか。でもガテンね、使っててね、なんかダメージそんな高くないんですよね。なので、一回置きつ鏡で。でね、これ三角のね、玉はね、楽しい。これ、タルタマの三角のね、この裏装備はね、結構楽しいからいい。これ強い。じゃあ、これで行こうか。なんか、なんか、すごいよ、これ。なんだろう、この、これさ、アーティファクトというかさ、別世界のものの感じがすごいするんだけど。アマゴーダメだ。この容器の中じゃ筆調べの力も通用しねえや。マジか。てか、アマゴーのあれどんどん減ってんだけど。ちょっと、やばいよ。とりあえず今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。バイバイ。